難民の地位に関する条約。難民の地位に関する条約。難民の地位に関する条約。英語、コンベンションラレイティングズーザステータスオブレフューアゲスは、1951年7月28日の難民及び無国籍者の地位に関する国際連合権委員会議で難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した。 国際条約。効力の発生は1954年4月22日。この条約を補充するため難民の地位に関する議定書が作成され、1966年に作られ、1967年10月4日に発行した。2006年10月現在、加盟国数は条約、議定書共に143カ国。難民条約と略称される。 日本の加入は、1981年、昭和56年6月5日の国会承認を経て、10月3日に、加入書、帰宅、10月15日に交付され、1982年、昭和57年1月1日に発行した、難民条約などと略される。第二次世界大戦によって人類は、人的損失、物的損害、 精神的惨害など多様で多大な被害を受けた。この対戦の結果、一部にはそれ以前の時点でもすでに戦後と同規模の難民が発生していたとするものもある。政治的、社会的な変動が劇的に展開した。その中でも大きな変動として挙げられるのが、欧州における人類史上稀に見る大規模な難民の発生である。 条約以前の段階でもすでに1920年代の初頭から難民を保護するための国際的な条約や取り決めや難民を救済するための施策が取られていた。しかし、難民の規定という問題点があった。具体的には難民の範囲や難民への救済策、難民の保護の内容などが限られており、有効性にも不安があった。また、 それらの取り決めや条約に参加する国も少数であったため第二次世界大戦を機に生じた多くの難民を保護するには到底十分なものとは言えないものであったそれは保護救済されない難民が溢れることで現実的な問題としてその解決が国際社会に求められるようになったそしてそれらの状況を背景にして難民問題を現状よりも広範な 国際社会の今日の下で行うべきであるという考えが国際社会全体で高まった。難民問題は戦後にできた国際連合において世界人権宣言第14条の読んどころに議論されることとなった。最初に議論となったのは難民の地位に関する問題であった。それを議論するために国際連合経済社会理事会の株委員会の 人権委員会によってその問題が定義され、その結果、1948年に経済社会理事会は国際連合事務総長に対し無国籍者の保護状況にいて調査することを要請する旨の決議を採択した。この決議を受けて作成された事務総長の調査報告に従い、経済社会理事会は1949年、昭和24年に難民及び 無国籍者の地位に関する条約作成することが望ましいか否かを検討し望ましいならば安分を準備するためのアドホック委員会を設置する旨の決議を採択した。この決議によって設置されたアドホック委員会は1950年昭和25年に難民の地位に関する条約及び無国籍者の地位に関する議定書の総案を起草した。総案は 経済社会理事会の検討を経て、第5回国際連合総会に付託された。総会では、この条約案及び議定書案についての討議と、採択のためのコンファレンス・オブ・プレニッポ・テンシャリス、全県委員会議を開催すること及び、同総会が別途採択した、同条約第1条案を同会議で検討することを勧告する、胸の決議を採択した。ここで注目されるのは、 この条約の検討及び討議、採択などが国際連合総会ではなく全県委員会議で行うこととした点である。その理由は、この問題は国際連合加盟国のみの参加では不十分であり、加盟していない諸国にも広く参加を求めるためであった。全県委員会議は1951年7月にジュネーブにおいて、 国際連合加盟国及び非加盟国の26、各国、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、コロンビア、デンマーク、エジプト、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、バチカン、イラク、イスラエル、イタリア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、ベネズエラ、ユーゴスラビアの代表と、 オブザーバーとして、キューバ、イランの代表が出席し開催された。会議では、難民条約の草案を条文ごとに詳細に審議が行われ、7月25日、賛成24、反対及び、危険例、欠席2で採択された。また、この会議では5項目の勧告を採択し、最終文書に記載された。この勧告は、難民の家族の一体性の維持などを訴え、 条約が設定した範囲に関わらず広い範囲に適用されることを期待する胸の内であった。無国籍者の地位に関する議定書は難民条約と同時には成立せず、さらに詳細な検討が行われ、難民条約発行の年である1954年に国際連合無国籍者に関する会議の審議を経て、無国籍者の地位に関する条約として採択された。 条約は、第1条で、難民の定義を定め、それに該当する者に対して、国内制度上の諸権利と保護を与えるべき旨を、規定し、構成は、全文、本文46箇条、1から34は、実態規定、35から46は、実施規定、最終条項、本文、付属書、付録となっている。本文は難民に対する人道支援や社会保障。 下等について規定するが、とりわけ第3 1条は、生命あるいは自由が第1条の理由で脅威に、さらされる恐れのある地域から直接避難した者に、対して、その滞在の不法性に対して、刑罰を課してはならないことを明記し、第33条は、第1条に記された理由により、生命や自由が脅かされる危険がある地域に、何人も追放してはならない原則について、規定している。 条約が成立した後も、欧州だけでなく、アフリカなどの地域でも多数の難民が生じた。しかし、難民条約には1951年1月1日以前に、生じた事象の結果として生じた難民のみに対して適用されるという限り制約を設けていたため、それ以降に生じた難民には適用されないという問題点があった。そのためこの制約を取り払い、 対象となる難民の範囲を時間的に拡大する必要が生じた。それらの状況を反映して国際連合難民高等弁務官計画執行委員会は1966年の第16回の会期中に非政府組織の難民問題の法的側面に関する会議が作成した案を起点として難民の地位に関する議書案を作成しこれを採択した。 ここで注目すべき点は、これを条約ではなく、議定書にした点である。難民の保護救済が急務である。当時の状況下において、条約の改正には、時間がかかり、非効率なため、条約から、次元制約のみを取り除くことを合意した、議定書にすることで、対応の迅速化を図ったのである。この議定書案は、経済社会理事会を経て、 第21回国際連合総会に付託された。総会では、決議をもって、同議定書案を留意するとともに、国際連合事務総長に対して、各国の加入を促すため同議定書の送付を要請した。議定書は1967年10月4日に発行した。全文及び11箇条から構成されている。第1条で、 難民条約第1条の難民の定義の時間的、制約部分を削除し、地理的な部分でも条約に締結した国で締結に、再し、地理的制限を付す宣言をしていない国には、制約を削除する内容となっている。第2条以下は実施規定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。